ベーシックのみんな元気ですか？マナブです。自粛で全然もう2ヶ月ぐらい会えてないから、すごいみんなどうしてんのかなっていつも考えてます。で、まあ、今日はね、体もなまってるやろし、ちょっとダンスしたいなと思ってると思ったので、まあ、簡単、ちょっと難しいかもわからないですけど、ベーシックのステップとかが入った、振り付けをね、考えてきたので、それを覚えてもらって、正確に覚えてもらって、まあ、音楽に合わせて、どんどんいっぱい踊ってもらいたいなと思ってます。なので、早速振りを移していきたいと思います。いきますよ。まず最初に、こっちに、ワンエンですね。はい。よ、の、力入れて、ワンエン。で、そのまま足戻しながら、ツー、ウー。で、スリーで、スリー、ダウン。エン。そうです。こっちの足は上げたら、後ろに、エン。で、スリー、エン。で、そのままこれ、胸張ってますね。ダウンアップですね。そのまま、足、フォー。エン、伸びて。トントン、つま先ね、つま先ね。せーの。おー、お、そのまま膝にダウン。シックス。万歳。で、セーフ。正面。クラブの応用ですね。かかと使って、セーフ。エイ。っていうステップですね。OK? 最初からいくよ。せーの。ワン、エン、ツー、スリー。おファイナル。シックス、セブン、エイ。ここまで来たら、チャールソン。ワン、ツー、スリー、フォー、を広げて、ファイナル。そうです。チャールソンね。かかと、両方ね、同じ動きをする。1、2、3、4。で、体は、1、2、3、4。そうそう、踏んだ方に体重を乗せる。そう。で、しっかりダウン。肩上げなきゃいけないね。チャールソン行ったら、エン、ファイですね。で、そのまま足を引っ掛けてパンチ。戻る。で、今度、こっちの手で、足のかかと、足の裏触ります。で、そのままこっち向いて、トン。で、クロスして、ね、トン。あ、です。はい。チャールソンから、せーの。お、ファイ、エン、シックス、セ。一回横向いて、うん。あ、ごめん、エイ。です。はい。で、次、ウーダっていう動きね。横向いたら、こういうリズムあるよね。前と後ろね。この動きをちょっと腰を使って、斜めに。で、真ん中、斜め、真ん中、斜め、真ん中。そう。で、手を入れましょう。ワン、ツ、両方、スリー、フォー。そう。この時あんま下げすぎない。胸の前で叩くよ。低めでやりましょう。せーの。腰出して、トン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 。で、同じように腰今引いてるから腰出して、ストレート。引く、引く。では、1、2、1、2、7。で、腰、トン、トン。あとは高さを徐々に。低く、2回だけやりましょう。ちょっとざっくり進んじゃったら、最初からちょっとやってみようか。せーの、え、ワン、エン、ツー、ウ、スリー、エン、フォー、お、伸びて、ファイブ、ダウンね、シックス、エン、セーブ、エイ、チャンスの、ワン、ツー、スリー、フォー、お、ファイブ、エン、シックス、セー、あ、ごめん、せ、ふん、えい。で、腰、ワン、ツ、スリー、フォー、お、お、ファー、シックス。できたら、横に取ります。クス、で、ペッパーシート。セブン、後ろ向いて、エイト。ちょっと下、上。こういう動きね。セブン、エイト。で、そのまま、ワン、ツ、つま先ですね。ツ、で、そのまま、逆に、エン、スリー、手だけ。そのまま手で、フォー、フォー、
そう、膝をつまむ感じ。4、で、5、6、ドロップですね。アップで取りましょう。5、6。And、それで、胸を回す。7、8。でも、7、8。です。胸はこっちまで。うん。で、斜めで、7、8、1。で、そのまま、斜め後ろに2。で、両方つま先で、3、and、4、and ですね。ずっとつま先。つま先でこうやって、ひねり。こっち。全部アルトやで。せーの。3、and、4、を、こっち見て。で、肩、5、6。プス、前の足を出して、7、8、1。っていう、最初の方の、ここね。5、シックス、こっち、で、ブン、こっちまた、エイトです。そうです。セーブン、エイト。で、ここからチャールストンは、そう、つま先、ずーっとつま先。こういう。じゃあもう一回最初から、カブトでやってみます。よ、セーブン、ワン、エン、ツー、3、8、4、5、6、ここやで、細かいの。7、8、アルストン、1、2、体、3、4、5、で、5、6、7、8、1、2、3、4、起こし、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8で3回やると思って1で2つま先3、4、5肩7、8、1ってことです。はい、じゃあここまでを音楽に合わせてやってみましょう。セーブ、ヘイ。チャールストン。ウータン。バー。ワン。フォー。ファイ。シック。セーブ。ヘイ。ワン。はい、ここまでです。はい、みんなどうでしたか。しっかり正確に覚えて曲に合わせて踊れましたか。ちょっとねベーシックでね入ってきたばっかりの子とかは、あ、ちょっと難しいなとか音早いなと思うと思うけど、まあちょっとね時間が逆にあるのでちょっとねあわからんってならないで諦めないでよく見て何回も、ちょっとチャレンジしてみてください。そのねこの期間にやっぱ全くダンスに触れてない人と逆に今のうちにちょっとできなかったこと苦手やったこととかを頑張ってみるとかそうする人としないとではやっぱいろんなところで差がつくと思うので、時間を無駄にしないでちょっとね楽しめるように音楽に合わせてやってみてください。まあ、この音楽だけじゃなくてもいいので一応今日の使った曲はこの曲です。しっかり見えやすい、なんか暗いね、こんな感じ、こうね、はい、写真撮ってください。はい、で YouTube とかいろいろあると思うのでそこで引っ張り出してきてダウンロードしてちょっと何回も音楽に合わせてやってみてください。はい、ちょっとね早く普通の通常のレッスンに戻れるように、祈ってます。早くみんなに会いたいです。また一緒にダンスやりましょう。じゃあね、元気で待ってます。元気で待ってますっておかしいね。元気でね、レッスンで待ってるよ。